さあ、無事にね、合流しました。あ、アルマ、やったー、待ってたよ、リリア。そっちは大丈夫だった、リリア様。リリア様がいる方は絶対大丈夫だよ。リリア様だもんだって。うわー、すごい。大所帯だね。ほら。これ大所帯、部屋が。いよいよ9人。あと1人だけ。ここからは宿屋の仲間を入れ替えながら、まあ、4人選んでいくっていう戦いになりますね。まあ、何かしらの理由で離脱したりとか、例によって風とか引くとね、他の補欠が出てくることになるんですけど、まあ、基本的に、ね、宿屋のメンバー入れ替えて4人で戦うことになります。そしたら、リリアとピコ太郎になりました。アンナがいるけど。アンナいるよ、ちゃんと。はい、とりあえずね、これしといて、バコン。ボブがいんない、こうやって有効活用していこうね。うん、そろそろ強敵が出てくるよ。もう勘じゃん。もう勘、もうリリア様、その歴戦の勘じゃないの、それ。え、リリアわかんの？歴戦の勘だよ。うん。さっき看板があったんだ。なぜ看板？この先ボスの部屋って。なるほど。言われてみたらただただの気配。いや、ボスの部屋っていう待遇を受けてるボスって一体どういうことなの？さあ、この先ボスの部屋ということでね。さあ、そのボスは一体何に取り付いてるんでしょうかね。アンラー、幼少期アンラー、最後に残ったのは君だよな。ごしゃごしゃ食器。鎧のアンラ。うわー、いっぱいいる。なんかいっぱい出てきた。ボーレの剣、ボーレの鎧のアンラ。なるほどね、そうきたか。とりあえず縦から始末するのが一番早いのですが、縦から始末するのが一番早いと思います、僕は。とりあえず、リリア様頼むわ。リリア様、よし、行け。アイハブも。早めに仕留めよう。メガライトニング。いや、いいダメージ出んの。アンラ成人アンラと幼少期アンラが戦っている。なんだこの戦い。おいね、縦から始末していく。アンラが2人いるのが面白いな、でもこのパーティー。ピコ太郎、みんな、愛するよー。出たわね、ラブコール。クール、よし。いや、リリア様の安定感やばい。鎧のアンラ、突撃してきた。鎧のアンラ、突撃してきやがった、こいつ。もうこれ、剣から仕留めてさ。待った。発火薬？よし。いいねー。アンラ？コン。さあ、あと一体。リリア様、あとは基本的にもうガンガンボスの部屋って。アンコール、オッケー、いいね。素直にもうエーペチオでもそれ60出るから、自分がフル。鎧でもあんなそんな強くないな、こいつ。もう盾とさ、剣をさ、早々に始末したから、かなり早々に始末してしまったからな。多分それかもしんない。あまりにも早く始末し続けたかもしんない。メガファイヤー、いいね。うわー、体験版の時にね、一番頑張ってたアンナがね、最後に残るわけですよ。感動的だよね。一番最初の仲間が最後に取り返すのはちょっと感動的なシーンですが、もう終わりますよ。はい。おい、おい、もうまだ誰か。アンナ、アンナ、アンナがアンナに鉄椎を。リリア様、ファイヤー。最後はやはり君なのか。帰ってきたぜー、アンラが。さあ、最後にね、顔を取り戻したのは味方の初めてのね、仲間のアンラですよ。感動的だな、でも本当にこれ。幼少期アンラなんだよな、ただ。アンラが二人になっちゃった。ややこしくなってきた。きっと勇者になるんだ。純粋無垢のアンラの方だ。戦士、アンラ。うん。ティラ信じてたよ。絶対助けに来てくれるって。いやー、うん、ありがとう。じゃあ先に行って待ってる。これで10人揃った。10人揃ったな。よし、これみんな助けた。あとはダイモンをやっつけるだけ。頑張ろう。なんやその手の動かし方は。俺かよ。お、ついに、すげえ。ついに、ついに、ついに、10人揃いました。やったな。いいねー。こんな大宴会ある？それではこれから、帰ろう！急いで逃げ帰ろう。うんうん。だって大魔王怖いし。
怖いよね。だよね。チラには分からないんだよ。チラは捕まったことないし。そうだよ。ダイモンドトランプは大きな手。暗くて熱い、あの牢獄。ひぃー。でもさ、ダイモンドトランプを放っておいたら、また捕まっちゃうよ。うっ。そうだね。主人公もっともなこと言ってんな。それは、そうかも。すげえな、一人の鶴の一声でそんな、よし!アイハブたち10人、力を合わせて。ダイモントランプをやっつけるぞ。お、乾杯!いや、お前らが喋るんかい!ここから先はね、まあ、最王の攻略になっていきますんでね、気を引き締めていきたい。チラ様、何?うおぉいやいや、私はどこにもパスマン、半球9300。で、そのようとろけもの、すいよ、さあ。魔法城に来んな、半球9300。仕事をお渡しいたしました。ご乗車ありがとうございます。ああ、メルティア、そろそろ大魔神についていこうかしら。応援してるわ。よくあの手紙届けてきたな。ありがとう。あ、メルティア頑張ります。はい、頑張ります。ケンシロウでよかったのにな。さあ、なんだ炎の竜巻、熱風、熱風。さあ、パーティーはね、だいぶ強くなりましたよ。てか、チラも、あ、待って、今4人全員行動。1、2、3、4! おーおーおお、みんな行った。リーダースマンメガファイヤー、アンダ、成長期アンダと幼少期アンダ、2人のコンビネーションだ。おら、なんで2人いんのよ。もうあの時の中ボスが普通にいる。やることはまあ一緒ですよ。基本的にまず総理は A ペチでいいんで。ナリュさん、リーダー様メガフィアオッケー。あとはアンナ2人任せて。アンナ2人いるからこのパーティー。このパーティー意味わかんないけどアンナが2人いるんで。多分別のあの時間の軸が違う。時間の軸が違うアンナが共鳴してんだよ。うわー結構来るな。いてー、アンダ幼少期アンダ、はい、二段運切り、よいしょ、いいダメージでんね。あ、耐えんの、タフだな。もうこの辺り来るとザゴもタフだな。オッケー。これはもうさ、リリア様の出番だよね。て、まあまあまあ、発火薬か。そっちか。はい、ゴー。発火薬強いよ。さあ、リリア様、お願い、はい、リリア様、ほいですよねー。ドラゴンって知ってる?ドラゴン?うん、もちろん。まあ、ドラゴンは知ってますよ。はい。私の知ってるドラゴンはあれなんですけど。ものすごく大きな生き物で、なんかくねくねしてるけど、あんら。空を自由に飛び回るとか。口から吐く炎で、すべてを焼き尽くすとか。本で読んだよ。まあ、実在はしないよね。そう、実在なんてするわけないじゃん。そんなんいるわけないじゃん。ん?何?ん?何この4人の対立。なんだなんだ?ほう。おー、いや、ドラゴンですよ。いや、ドラゴンですよ、これ。来たー、ドラゴン。ドラゴンって名前がもうドラゴンだもん。やばい。でもね、自分は、まあ、初めは軽く殴りましょう。軽くいきます。アンダアンダニディア、よし。みんな一斉に1234。すごいなこれ。リディアさん、あーでもセンスで使ってもあんまり魔力が伸びないんじゃない。まあそうだね、ちょっと伸びだ。アンラ通常攻撃。まあでも あんまドラゴン遅いんだね、素早さは遅いな。何すんの、おほな、うわー弱い。何、おたけび、あーやばい、あー遅いかった、足がすくんで動い、稲泣き、え、初めてすげえこと、稲泣2、よっしゃ、状態上の、あ、状態上治んのもあんのか。いやーもう、でもできればね、ちょっと、あ、で、こうやって動けんだ、あ、稲泣優秀すぎ、それは優秀だわ。軽微なやつにも回復しといてもいいんだけどさ、キワオール、いやさすがにそれは過剰でしょ。あ、でもだいぶ減ってる。短期決戦、リーダー様?アンラ?いいよ。これは、もうだいぶ出るでしょ。おー、いいね。リーダー様、任せい!いや、ティラーの魔力はそこそこ高いから、だいぶ出るよ。あー!これはなんかもう終わっちゃいそう。バグクラッシュ!
いや、叩き込んでんね。二段切り、叩き込めんか？山田さすがに溜まねんか？炎、うわぁ。おたけびが、その、ひるむのあんだね。あ、でももう、勝ったわ。多分だってさ、ああ、でもまあ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 、塩梅取りましょうよ。はい。キュール！よーし。もうこれの時点でもう勝ちは確定してるもんよ。だいぶ、その今まで培ってきたさ、好きレベルがね、仕事してるわ、完全に。リーさん、メガファイヤー。あんな、ポコーン！早い！割り込まれた。いや、でもそんなに強くないね、炎も。さあ、最後あんだ？終わるね、これ。リリア様。え、ティラ。よし。3人でせーの。あ、1、2、3! やったー！よー簡単。あ、あれ？目が変わってる。は！目が丸い！優しい！目が優しいんだけど。ここは？そっか。君が助けてくれたんだね。ありがとう。僕はドラゴン。もうね、ミートピアの世界のドラゴン、なんでこんな、なんか急に優しくなっちゃったんすかね。なぜか急に意識がなくなって、知らないうちに大暴れしてたみたい。まあ、顔をついて凶暴になってるからね。ごめんね。うん。うわぁ。暴れついてた、ちょっと疲れたよ。おやすみ。困ってるよ。じゃあもうあとは、もう関門突破したからね。あとは奥の一番最上にいる魔王だけですよ。ドラゴン本当にいたんだ。怖かったー。でも賞金戻ったら、なんか頼りない感じ。頼りないなー。あの目が優しかったわ、むしろ。うん。さあそろそろ大魔王の玉座かな。最後の戦いだね。頑張ろう。おーうえぇやばいな、これはまた嫌なのおるな。死神いるのはまずい。で、イベントで一人離脱してるから、どっちかは捨てないとダメだ。死神を絶対一発受けて、捨てないとダメだ、どっちかを。なんじゃそりゃ。いきます。で、グイーン、ドン、リリア様に、よくもあんだよっしゃ！やる！敵討ちでかい！その敵討ちすごい！いい、いい、いい。あら、頼むわ。とりあえず、リザレクション。いざ！リザレクション！あれ？残念、リリア復活しない。怒ってる、リリア！リリアのために、アンナが怒ってる！あー、怒り怖そうだ！いけ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 アンナ無双始まったら、まさかのアンナ無双。まさかのアンラ無双してる。大丈夫、いけるいけるいける。リザレクション。今度そう。いや、死神でワンパンされたことに、あえてそういうの。来た！リザレクション成功。よし。よし！よくやった！ 3 人で突破するの大変だぞ、ここ。いよいよ来ました。大魔王の玉座。うっは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 。お前か。久しぶりだな。大魔王トランプ、覚悟しろ！いよいよ来たよ！俺を倒すというのか。ふっ。ふっふっ。お前は本当に面白いやつだ。面白がって遊ばせておいたが、そろそろ終わりにするか。いただこう。その顔を、魂を、そして命を。僕たちは負けない。行くぞ、大魔王トランプ。来たー、魔王戦だー。いやー、怖い、緊張すんな。キプレイでも緊張するわ。まずは先制とバトれるか。素早さ関係把握したいね。ただバリアとか張れるわけでもないから、まずは AP2 しかない。いざ！リリア様！行くよ！
1、2、アンダー、リジェさん。この3人は基本的に早いな。メガファイヤーいいね。あ、アンラムに、あ、でも素早さ的にはみんなこんな感じ、こっち先制できるのか。ダムダムダム、おー今、ああ、悪夢、無駄だ。新しい技、バーチャルマスク来たー。状態上防止、はい大丈夫。アンラって2人になっちゃうのか。てかアンラ2人だからわけわかんなくなるな。いやー、まだ大丈夫でしょ。短期決戦、ミートピアはですね、戦いは短期決戦、いろんなことされる前に、結構いろいろあるよ。なんだかんだで状態異常とかね。それされる前にとっとと叩き込んだ方が早いよ。短期決戦サクサク行こうや。よし、いいよ。リリア、ティラ、オッケーオッケーオッケー。だいぶもうこれで削れるんじゃないの？いい。本気を見せてやろう、2ターン目で。手下を呼んだ。手下呼び。デビル。あ、待って、それ使わない。リリア様、顔を取られた。顔を取られてしまった。待って、そういうことするんだったな。そういやこいつ顔がないから今そこで顔を取んだ。あんなー、戦闘中に顔を取られるのはずるいわ。デビルアンラ、うわやめろ。やばい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 、カーブ使ってもしゃあないし、とりあえず顔を取り戻すことを優先でいこう。よし、とりあえず顔が無事なのは2人だね。で、顔が取られると確かね、行動できないんじゃなかったかな、そもそも。だって見えないんだから、顔が見えないってことは見えないから、下げといた方がいいわ。何もできないんだもん。主人公を取られなかったのはでかい。でも頼むぞアンナ、成長期アンナ一緒に来い。いきゃーら、よっしゃ、取った取った、これなら戻った。で、これだと戦士アンナはまだ残っちゃってるから、戦士アンナ後ろ下がれ、戦えない、どうせリリア様。あ、やるやる、リリア様それはやるわ。リリア様まさかいけるとは、さすがにやるな。一旦で崩せるのでかい、一旦でその戦局崩せるのでかいわ。いい、いい。ムン。いや、順、いい感じに、しかも順番回ってきた。キャラの行動順も。うわ、岩。なあ。うわ、いた、1! え上機嫌でステータス上がっとるとはいえ、1って。いくぜ、お。そんなみんなカテラスケちゃんでも多分全開するよ。ほら。あとはみんな頼むわ。多分もう叩き込める。これはもう叩き込める。いい！まだか。もう終わりそうな気がするけどな。まだか？うわ、ダイモンドトランプまた耐える。おお！終わりだね。終わったじゃん。はい。ミスティやるよ。アンラ？ニーヤ？いけ、3人いね。おらおらおら、やった！勝った勝った、終わった。あ、首飾り、首飾りがやばい、怪しい首飾ってるよ。ああ、ああ、あれが、あれって確か、ああ、うぅ、ここは一体、なんか急になんか、しょぼくれたおじさんみたいな時は、僕は何を、僕っ子になってるし。あの人も、もともとは普通の人間だったんだ。あ、ふむ。ついに、大魔王を倒しましたか。さすがです。あなたならできると信じていましたよ。はぁ、ん、すべての元気はそれだよ。うわ、危ない、ああ、うわー、ああ、やっちゃった。これはキプレでも辛い。
大賢者が、おお、これが俺の新しい体か、おおほほほ、みなぎるぞ。超魔王大賢者がかばってしまったばっかりに、これが大賢者の力か。大賢者の力を得た俺はもう大魔王を超えた魔王、そう超魔王だ。わしでおし神様だよ。急に来たな。困ったことになったの。どうやら魔王の本体はさっきよりもやっとしたあれらしい。なぜ気づかなかった。ただの人間トランプに取り付いてダイヤモンドになっていたということか。ただの人間だったんだ元はあの人もね。そして今度はやつね、大賢者岩田社長の顔を奪いよった体がその力もな。大賢者の超魔王とんでもなく強いぞ。だがそなたも仲間たちももっともっと強くなれる。すまんが世界を救うため超魔王を倒してもらえんかね。二人目の魔王がここで出たわけですね。あのドラゴンクエストでいうバラモス倒したゾンビ、ゾンビじゃない、ゾンビ出てくる。まあゾンビは出てくんねんけど、バラモス倒したらゾーマが出てくるっていう感じのね、二段式です。大賢者私たちを僕をかばって助けないと。でもどうやって超魔王を追いかけよう。おはよう。ああ、おはよう。なんか困ってるみたいだね。なるほど、超魔王。よし、助けもあったまで手伝うよ。めっちゃウキウキしてんじゃん。さあ、乗って。これでドラゴンに乗って移動が可能になりますね。うわ、いやいやいや、ちょっと待て。ちょっと、いや、あんだ。あんだ。あんだ、お前なんでそこらの場所。一人だけなんか悲しい場所にいたわ。ここでね、ワールドマップの移動が可能になります。あんだ、またしがみついて、まだしがみついてたの。うわー、世界って広いんだね。東ばっかりだったからね。そうでしょう。でもこんなに広いと超魔王岩田社長探すの大変そう。そうだね。あ、そうだ。なになに？旅人町って知ってる？めっちゃ知ってるわ。3DS の周回でアホほど言ったから。まあ、知らないことにしましょうかね。旅人町はその名の通り、いろんな旅人が集まる町だよ。世界中から旅人がやってくるんだ。だからクエストをフリーで受けまくることですね。何か知ってる人がいるかもね。じゃあ行ってみよう。あんな、ずーっとあの調子だな。リリア様、あそこで落ち着いてんな。あ！さあ、旅人の街に行くわけですね。残り2つのマップがちょっと気になるところではありますが。まずは旅人の街ですね。